いいじゃんいいじゃん。いやもうマジ未来だよこれ。これいいじゃん。はい、こんにちは、ピカですけどね。グランツーリスモアップデートがありました。 1.46 ですね。3台の車が追加されたということで、今日はね全車一気乗りやっていきたいと思います。そして内装とね外装チェックを VR でやるっていうのもね今回からやってみたいと思います。それではねやっていきます。まずは内容から。コンセプトカーみたいなもので2台ですね、アフィーラっていうやつとシコダビジョングランツーリスモという2台が追加されますというところですね。そしてね実車の方ではシボレーシェベル SS454 っていうね、前回ねフォルツァモータースポーツにあったのでそれでね乗ってみたっていうのがありましたが、ボンネットがねひょこひょここんな感じでねひょこひょこ動いてたっていうのがあるので、それがどうなってるかっていうのが見たいというところ。それもね内外装チェックでやっていきたいと思います。そしてワールドサーキットに夏季のイベントを追加されたと。あとはねカフェのメニューでフェラーリ12気筒エンジン、おすごいじゃん、なんかそんななんか説明をねしてくれるやつがいろいろと増えましたというところですかね。はい、そしてねブランドセンタルに今回ね追加される車のメーカーが追加されましたということですね。そしてね GT オートのエンジンスワップ対応がブガッティベイロン、シュボレーの C1 とシュボレーコルベットの C2、 そしてホンダ NSX のグループ4、そしてレクサス LC500 というところがエンジンスワップ対応しましたということみたいですね。そしてスケープスはサンディエゴが追加され、あっあっ聞いた、見て、ファーテックグランツーリスモ DD エクストリームの設定が追加されたということで、いよいよこちらのね、あれ出てね、俺出てね、いよいよこちらのハンコン正式対応ということでありがとうございますというところも見ていきたいと思います。それでは全車一気取りやっていこう。まずはコントローラーのグランツーリスモ DD エクストリーム、え、どれ、あれどれ、あれ DD プロ、あ、これ、え、ちょっと待って、あ、DD プロとエクストリーム、あ、そういうこと、ここのメニューの中に入っちゃったってことね。ん、 DD プロは DD プロの中に入っている。あ、ここにキーアサイン入ったってことね。はいはいはい、了解。まあいいじゃないですか、いいんじゃないんですか。ここでステアリングね切り替えられるということになりましたというところ。それでは全車一気乗りの前に、さあまずはどれですか、これだ、シコだ、それだね、買っていこう。1億円、おお1億円、買っていこう、かっこいい。あとでチェックしていきましょう VR でね。次はアジアパシフィック、これだ、アピーラ、ソニーが車出すみたいなね、すごいね、これいいね、 EV ね、無料、なんと無料、なんと無料、ありがとうございます、ありがとうございます、助かります。いいじゃんいいじゃん、自動車会社増えるのは大歓迎ですわ。もう一台はレジェンドカーですね、こちらになります。お安いじゃないですか、1630万円、助かります、ありがとうございます、安いのは助かります。さあここからね VR に切り替えてね内装外装チェックやっていきたいと思います。はい、 VR ね切り替えましたんで内外装チェック、エンジン、あーそこ開きっぱなしボンネットのここがね動くんですよ、でもこれ開きっぱなしですね。いやかっこいいよ、でもいいね、いやかっこいい、ドアノブとかもこういう感じなんだ、はい、やっぱ VR いいね。リアビューはどんな感じ、うわーかっこいい、かっこいい、かっこいい、 SS、 いいな、やっぱ VR これ立体的に見えてんのがねいいですね。あとこう向こう側がねこう映ってんじゃん、こっちがさここに映ってんじゃんこれ素晴らしいよね、まあ、当たり前っちゃ当たり前、今時の当たり前なのかな。はい、じゃあね内装チェックしていこう。おお、いいね、すごっ、メーターまではっきり見える、乗ってるよねこれ、完全に乗ってる、
シフトレバーこんな感じなんだ。後ろを振り向くと、あ、広 い, いや広くはないけど、すごいね。ヘッドレストこれで大丈夫なんだ。いや、いいね、よく作り込まれてますね、さすがです。はい、ということで次の車行ってみよう。はい、次アフィーラ行ってみよう。日本で乗って、うわー、いいね、いいデザインしてますね。うわ、かわいいこれ。うわー、いいね。EV ね、EV。いきなり飛べるんだこれで。おー、すごい。うわー、後ろにもなんかカメラついてるね。あー、こういうとこすごいね。うわー、マフラーないじゃんってね。EV だもんね。はい、そしたら内装チェック行ってみよう。あ、その前に時間変えてみる。時間、おお、ちょっと夕方になった。ああ、こんな感じ。おお、一文字ね、一文字。はい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 。おお、朝日が。内装行ってみよう。ああ、すごい、内装すごいな。このステアリング超かっこいい。このさ、十字キーみたいなやつもマイクボタンあって、うわ、いいね、いいっすね。白もいいね、このなんかいいですわ。ふわっとした質感でね、柔らかそう。全面液晶でね。で、サイドミラー、あれ、サイドミラーもあれなのかな、このこれサイドミラーじゃないの。サイドミラーもこの液晶に なるんじゃないのか。まあ一応あるからね、ミラーはね、はい、バックミラーはおそらく液晶ということですね。はい、すごいすごい。ああ、いいじゃん、いいじゃん。後ろはどんな感じ。あ、後ろ十分広い、すごい。後ろの席行きたいけど多分行けないねこれ。はい、次行ってみよう。次はね、シュコダ行ってみよう。うわー、ここいいね、ここいいね。こんなガレージあったら、いや、何この、これすごい絵柄じゃない。この近未来感やばくない。うわ、めっちゃかっこいいんですがね。え、めっちゃかっこいい。何これ、やっぱこのね、つらい位置決まってるし、この感じいいよね。タイヤとの隙間の感じが本当にすごい。何これ、何これ、何これ、かっこいいんだけど。うおー、フロントからのね、このね、えぐれたデザイン。フロントのなんかタイヤハウスの中の空気をどうやって抜くかみたいな話ですか。よう知らんけどね、知らんけどね。おー、このウィングの感じもいいじゃないですか。おー、すごい、プッシュロッドですね、プッシュロッドで。あ、スタビはそういう形についてるんですね。すごい、すごい、ギアボックスが後ろについてるという感じですか。すごっ。さあ、じゃあ内装行ってみよう。内装あるのか。 あった。うわ、かっこいい、このステアリング。何これ、そこパドルになってて、はい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 、大丈夫ですかこれ。すごい、この色といい、いいね。え、足ここ、足ここ、足こん中入れんの、俺大丈夫か、乗れ、お腹疲れちゃうマイク大丈夫、大丈夫、シミュレーターなら大丈夫ね。うーわ、かっけえ、ステアリングめっちゃかっこいいんだけど。そんなとこにドントステップって書いてあるね。そこもね、乗っちゃダメですね。はいはい、ということでめっちゃかっこいい。早速じゃあね、乗ってきたいと思います。乗ってくぜ。さあ、やっていこう。おお、挙動変わったのかね、今回のアップデートで。ちょっとそこは今一つ分かりませんが、はいや、
ごっ、何これ全開にしてない。いや、めっちゃ安定してる、水準性もいい、めっちゃ曲がってくるし、ちょっとタイヤの滑り方が変わったかな。ちょっと今回なんかでもレースやってるから、こんなタイミングで挙動が変わったりはさすがにしないと思うとか言いながら、言ってる間に300キロ出そう。あー、待って待って待って、すごいセルフ綺麗に当たるので、おー早っ。あー、でも頭打ち312キロ、シフトダウンしてしまう、ブレーキがちょっと効かない、しっかり踏まなきゃダメか、効かないわけじゃない、しっかり踏めてないだけ。いや、もしくは加速が速いだけ。あ、ちょっと重いんだな、やっぱそういう初見に対してのこうやっぱ反応っていうか、車がこうなりますっていうのはさすがにシミュレーターって出るよね。だからあー、新車がだからやっぱり初見も最初に行くはさ、こうホイールベースとか基本的なこの初見を決めるのにやっぱこう重心位置とかさ、そういうの入ってるんでしょ多分ね。だからそういうのの何がいいかって決めるのにも当然使えるしね、その後のいろんなね、シミュレーター大事だよな、これから。あー止まらない、ちょっとね、やっぱ乗ればなんかわかるよね、この車作ったらどんな感じになるかっていうのが分かるってところがやっぱすごいよね。すごい、俺も作ってみたい、グランツーリスモのこの車のモデリング作ってみたい。見ました、このね、リアのこの上の羽動いてたね、可変ウィングだったんだ、ここ、この上のとこなんか右に左に動いてたね。じゃあ次の車行ってみよう。それではアフィーラ行ってみよう。ホンダとソニーの合作、グランツーリスモで走って煮詰めたのかな。そういう時代来るよね多分、走って煮詰めるのではなくモデリングを煮詰めるっていう、そういう時代。ああ、いいよ、すごいハンドリングいい、めちゃくちゃいい、重心低い、そういうのも分かるからやっぱりちゃんと計算してるからね。あー、すごいステアバランスすげえいい、こうなんかちょっとこうアンダーっぽさが本当にない、本当にこう、え、何これ、すごい気持ちいい、え、4輪走だこれって感じの、なんかすっごい曲がってくる、知らんけど、何にも知らんけど、あ、すごいよく回る、ホイールベース短いのかな、そうでもなかったよね、あー、すっごい素直な、おー、素直なリバース、アンダーからオーバーに切り替わりもすごい、こう、なんだろうな、すごいリニアに分かりやすい、147マイル、おー、いいよ、おー、
わすごい高速コーナーめっちゃ安定してる。あブレーキもすげえ効く。すごい重心が低くてなんか本当にロールしない感じの本当に未来の車って感じ。しっかりこう荷重移動とかもあって好き。 あとねこう縁石乗り上げた時も結構あれだよね、もうすごい全然こうフラットな乗り味、全然弾かれないじゃんほら。あこれすごいよ、ダンパめっちゃいいダンパついてる。ほらほら、ストローク短いのにめっちゃこう一瞬で収まる。なにこれ可変、え、なにこれこんなことできんの。重さがあるからかな。おー、これ速えぞ、楽しい。そしてこんな格好なのに、あ、すごいよこれ、相当煮詰めてんな、やっぱホンダかホンダ、それ楽しいわな。あーほらほら、このなんか曲がってき方が、めっちゃこうリアステアリングしてんじゃねえかっていう。おーすごいいいよ、すごいいい、すごいいい。4つのタイヤの多分なんかすごいいいよこれ、4つのタイヤの位置がいいんじゃない、ホイールベースとトレッドのバランスとか前後トレッドと、なんかそれがすごいなんか楽しい。これもうちょっとよく言えば下からトルクなんだろうな、いや速いけどな、なんだろう、ちょっとこうトルクのあるパンチのある、いやこれじゃパンチだとダメだ、めちゃくちゃスムーズだよ。でもちょっと足についてくるトルク感がなんか開演、開演じゃなくてなんだっけ、体感ぐらいある、あると600馬力ぐらいあるとこれ楽しいんじゃない、ずっと楽しいと思う、何馬力か知らんけど。はいよ、未来だな、ほんと。もうめっちゃすごいなこれ、よく、おお、めっちゃいいじゃん。え、思いのほかいい、思いのほか楽しくて乗ってしまういいじゃんいいじゃん、いやもうマジ未来だよこれ、これいいじゃん、オープンカーにしてほしいいや別にこのなんかこの形じゃなくてよくねっていう、ちょっとスポーツカーでよくねっていう、うぃー楽しいぜ。あ、待って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 、おお、あるけど重心低いのすごいな。ほらもうなんかポルシェっぽい、ポルシェっぽいっていうか、なんかえこれなんかわかんない、ポルシェっぽい乗り味だよ。ほらほらめっちゃいいじゃん。ほら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 ここ、めっちゃ楽しいだこれ。
痛い。ここから全開でここでブレーキ。ちょっと少し痛い。大丈夫。余ってたコース。おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。いいじゃん、これ楽しい。おお、これ楽しい。これめっちゃええよ、これ。ダンパーがいいよな、これマジで。ほらほらほら、こんなとこ行けちゃうの。じゃあ今行ったからちょっとはみ出ちゃったけど、何これ、跳ねない、収まりの良さ、ステアバランス、車重が重いのに。リアを流そうとしてちょっとこういろいろできる感じがするよね、慣れてくる。こうふふ、いいじゃんいいじゃん。はい、いいね、好き。未来来てるよ、未来来てる。やっぱなんだろうね、シュレーダーで走り込んでるんだろうね。やっぱ初見がいいのかな、なんかすごくこうスポーティーに楽しい車になんか仕上がるのかなっていうこの感じがあるよね。うん、素人の感想ですけど、車すごいいいっすね。こうロールとピッチとこう用のバランスがすごいいいんだよね。多分受信室とロールセンターとかそういうのの関係で結構ね、シャーシが速い動きするんだよね。ロール方向の動きがすごい速いんだよね。ロールセンターと重心位置の関係かな。ほんとね、こうロールの速度がすごい、こう反応がいいのね。反応がいいから要がね、すごい速く反応して、それがね、すごい気持ちよさにつながってる感じがする。これポルシェがね、こんな感じなんだよね。なんで、まあ車重があっても、その本当にロールセンターと重心位置の関係みたいなこと、あとはこの四輪のね、この位置ね、 4WS かなと思ったのは、なんかすごいホイールベースが短い感じがしたのね。 4WS っていうことは可変ホイールベースなんだよね。 4WS ってホイールベースの長さが変えられるっていうのと同じ効果が運動としてはあって、それがねすごくこういいなっていう。だからまあ 4WS じゃなかったらこう本当にこの四角形のね、この形がいいんじゃないかなっていう、そこがすごいスポーティーと感じさせる四角形になってるなっていう。まあそれも多分こう反応との話なんだと思うけどね。すごい、さすがすごいなって思いましたね。そしてこの感じのやつを EV じゃなくてエンジンでお願いしますみたいな、 4WD じゃなくてもよくないみたいな、これ 4WD でしたね、やっぱりね、よくな感じしました。はい、ということで次の車行ってみましょう。はい、それではね、シボレーやっていきたいと思います。おお、まずボンネットがパカパカするのかっていうのではパカパカしませんでした。固定でしたね。でも明らかに音がいい、うん、フォルツァより音がいいっていうことにパッて乗って気づく、ね、この車に関してね。ちょっと他の車は諸説あるけど、3速しかない、そこも違う、すごいな。あー、でも乗り味がすごい似てるな。こっちはまあ全体的にタイヤのグリップがある感じがするけど、あー乗り味すごい似てる。いやー、いいなー、グランツーリズムも。いやー、この車なんかアメ車のなんかこうふわふわする感じがあるんだけど、比較的しっかりしてて行きたい方向に行けて、なんかね、操る楽しさがある。楽しいよこれ、これいいね、この車。なんかアメ車の中では結構なんかよく走るよね、本当に。
言い方ちょっと危ないな、言い方危ないな、大丈夫か、大丈夫か、本当に。いやでもコルベットね、この間新しいコルベットラスベガスで乗らせていただきましたが、めちゃくちゃ良かったよ、もうマジで。欲しい、ミートシップになったやつね、めちゃくちゃ。まあ458より走るんじゃないかな、フェラーリでいうとこの458より。え、マジで458と乗り比べしたいなって。コーナリング中のハンドリングの良さはね、フェラーリの458超えんじゃねえかなぐらいの勢いだもんね。ちょっとまっすぐ走ってるとね、ちょっとなんかすごいアメ車っぽいなって感じがあったけど、これもなんかそんな感じだよね、なんかそう、なんか似た感じのイメージありますよね。ああいいよね本当に。素晴らしい、素晴らしいです。おお、曲がんない感じが。おお、似てる。え、これめっちゃ似てんだけど、フォルツァの動きとこの車。いやマジで、ね、何が、ね、まずアンダーの出方。本当入ってかないから、あ、ほらほら、アンダー出るじゃん。で、そこからオーバーに切り替わるタイミング、セルフの当たる感じと、こうなんだろうな、ダンパー、こっちの方がね、ちょっとダンパーが詰まってるかな、もうちょっとふわふわするんだよね。でも、ほとんどなんか似た傾向。その2つが似てるからどうだっつうんだ似てるからどうだっつうんだ、そういう話はある。いいよ、はい、ということで、あーこすっちゃった。いいね、やっぱグランツーリスモのこの本当に DD エクストリームがいいっすわ、本当にいい。で今回どうなんだろうな、ちょっと同じ車乗ってないから分かんないけど、バージョンアップしてね、挙動が変わっているなって感じたら、ちょっと前のバージョンも撮ってあるんでね、それとの比べ比較もやっていきたいと思います。はい、ということで全車いきなりやってきました。今回おすすめの車はやっぱソニー の, あのコンセプトカーめちゃくちゃ楽しいんで、ぜひね、あ、無料なんで乗ってみてください。皆さんの感想をね書いておいてください。ということでまたねこれやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。